どうも皆さんこんにちは、チャイティヘヨンチャンネルです。イエーイ。今日はまたまたスペシャルゲストにお越しいただいております。こちら伊藤さんです。伊藤お菓子の伊藤です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。伊藤お菓子さんが来てくださったということは、この後スペシャルな情報が待っておりますので、皆さんお楽しみにお待ちください。その前にまずこのしゃべる系の動画で今年一発目の動画になるんですけれども、まあ、2021年明けても1ヶ月は経とうとしておりますが、改めまして皆さん明けましておめでとうございます。どうぞ今年もよろしくお願いいたします。ということで年明けましたけども、はい、なんかね、なんかせっかくなんで今年 の、 あのお互いの目標みたいなものを何か立てていこうかなと思うんですけども、今年なんか目標ありますか？ちなみに私ですか？はいありますおじゃあちょっとお話しさせてどうぞ。はい、今年は一応私独立というか、まあ、もともと独立してるんですけど、自分でキッチンを持ちたいなと思っております。で、今までもこう自分の個人として焼き菓子の販売をしてきたんですけど、それはあの小川さんがいるカフェでキッチンをお借りして作らせていただいているという、今物件を探したりしつつ、キッチン工場みたいな感じにして通販と卸のみにするか、店舗を持つかっていうのはまだちょっと決めてないんですけど、どちらかでやっていきたいなと思っております。いやー、いいですね。自分の城を持つ、頑張ります。自分の城が欲しいっすわまあ、あの福岡住みの方でもし、あのここ物件今空いてるよみたいな情報があったら、ぜひここまでご応募ください。待ってます。いやでもいいっすね、やっぱり自分の城を持つ、新しく独立みたいな、そういう向かっていくのは。いやだって今までオンラインでずっとされてましたもんね。そうですね、オンライン限定やったんですけど、キッチン直売ができたらよりね、焼き菓子は意外と鮮度が、いや確かにこれは結構楽しみですね。でもこう来たっていう僕の目標なんですけど、いやなんかすごい初めに立派な目標が出すぎてちょっとどうしようかなって感じなんですけどいやなんかね、ちょっとこう個人の方面に言うべきなのか、社員の方面に言うべきなのかって思って、日本行きましょう。でも日本か、はいそうですね。でも、まあ、まずやっぱりチャイティヘロンっていうところで言うと、まあ、チャイってところになると、僕は今年はですね、やっぱまあ、チャイティヘヨンで働いて高校ちょっとで2年とかになるわけなんですけども、まあ、かれこれ自分の作ったチャイの対策を計算してみると、まあ平均1つ例えば10回作ったとして、で営業日数を24日間として1ヶ月260回作ってるわけなんですよね。はい、ということは1年間で2000杯以上チャイ作ってるんですよ。すごい。そう、意外と自分でもなんかしみじみきてるんですよね。いや、こんなに作ったんかって。で、それがもう2年になるってことは4000超えてくるわけじゃないですか。だからそろそろ僕もこう一つ自分のオリジナルのメニューとして何かチャイを作って、それをしっかりオーナーに通した上でレギュラーメニュー化にさせたいですね。ああ、そう、限定メニューじゃなくて、そうそう、今までやったら例えば期間限定のその季節のチャイとして出したりしたみたいなものをちゃんとこうなんか規制法案ですせちゃいとしてレギュラーメニュー化をまず一つ目指したいというところと、まあ、最近あのチャイティヘロンでいうとですね、結構デザートのチャイティヘロンをいろいろ作ったりしてるんですけども、今は大体4種類出してます。オートミールクッキー、クリームブリュレ、アイスタンドで、ビクトリアというケーキですね。もうちょっとね、なんか頑張ってまた新しいスイーツを作ってみたいなっていうふうに思います。ということで、まあこっちの目標は社員のレギュラー化、レギュラーメニュー化とスイーツを新しく増やす、そしてさらに盛り上げていきたいっていうのが、まあヘロンでの一つの目標ですね。個人の方もいいかな、もういいかなって言われて、個人の方は全然関係ないからなあのなんか聞きたいなと思ったら、ぜひチャイティヘロンに来た時にコトさんも聞いてください。個人的によろしくお願いいたします。はい、ということで、まあ、2021年こんな感じで頑張っていきたいと思うんですけども、いや、ここで YouTube 番組終わりじゃないんですよ。
そこからが問題でございますね。はい、はい、なんとですね、伊藤さんがいるということは、またチャイティヘロンで伊藤さんのデザート販売します。イエーイ。はい、今回はこちらに並べているこのクッキーですね。じゃあクッキーの詳しい説明は伊藤さんにお願いしましょう。はい、はい、今回私が用意したのがバレンタインにぴったりなチョコレートがついたクッキーです。こんな感じ。2種類あるんです。片方がピスタチオのクッキーで、6枚ともピスタチオを贅沢に使った、ちょっとしっとりした生地に真ん中に硬いチョコレートを流してて、こうちょっと食感の違いとかも楽しめるようなクッキーになってます。で、もう一箱の方がピスタチオのクッキーも入ってるんですけど、ピスタチオのクッキーが2枚とココアのクッキーが2枚と、そのプレーンのクッキーが2枚入ってる6枚セットになってます。で、まあ、私はこの6枚セットの方、味が3種類入ってる方を提案させていただいたんですけど、チャイティヘロンのオーナーさんがピスタチオのやつがめっちゃ美味しいっていうことで、ピスタチオだけのやつを作ってって言われて、ピスタチオだけのやつも置いてます。なのでこのピスタチオだけのやつはチャイティヘロンでしか買えません。はい、ここだけの限定商品となっております。そうなんです。通販でも他のお店でもこれは買えないんで、ピスタチオ好き、ピスタチオのクッキー食べたいっていう人はチャイティヘロンにぜひ食べに来てください。はい、よろしくお願いいたします。ちなみにこちらのクッキー、チャイとの相性もかなり良くて、お店でチャイを頼んでイートインで一緒に食べてくださっても OK ですし、もちろんこういった感じで包装もされてますので、大切な方へのプレゼントとして買っていってくださるのも大歓迎でございます。まあ、ちなみに今、チャイティヘロンではですね、販売を始めて、まあ、少し経つんですけども、人気なのはピスタチオの方が今ちょっとリードですね。ちょっとリード、さすがピスタチオを求めてる人がやっぱ世の中多いんですね。僕もピスタチオってやつだけでなんかそれやっぱ頼んじゃうことあるんで、でもまあ本当に美味しいです。はい、最後急に雑ですけど本当に美味しいんですよ。ぜひよかったらチャイティヘロンにお越しください。あとあれですもんね、はい、ちなみにフラッと行かれたお店とかでひょっとしたらクッキー以外の伊藤菓子さんのデザートあるかもしれないので、その場合はぜひそちらも見つけてみてください。よろしくお願いします。お願いします。なんか他宣伝しておきたいこととかありますか？あ、ちょうどね今バレンタインの時期なんでこの撮影日の前日なんでちょっといつ投稿になるかわかんないんですけど、バレンタインまでの期間で、通販の方で特別なバレンタインのギフトを2種類用意しているので、ぜひ、サイトからこちらもチェックしてみてください。はい、サイトの方は概要欄の方に URL を貼っておきたいと思いますので、そちらから読んでいただけたらと思います。はい、ということで今回はこちらのクッキーの紹介でした。ありがとうございます。では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 、ぜひ皆様今年度ではない2022年もどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。ではまた、バイバイ。教育番組みたいな終わり方するじゃないですか。